続いては鈴本による理想の告白シミュレーションです。ずっと前から気になっていた同じクラスのあの人が花火大会に誘ってくれた。二人っきりなんてちょっと緊張しちゃうな。あの人ですね。小田くんって金魚すくい得意だったんだね。ちょっと感心しちゃった。ちっちゃい頃からこれだけは甘かったんだ。髪型かっこいい。てかこの金魚鈴本に似てね。え、どこが？ほら目がパッチリ大きくてさ。何それ、嬉しくないんだけど。そう、褒めたつもりなんだけどな。小田くんかっこいい。小田地毛だよ。あ、リンゴ飴だ。私リンゴ飴大好きなんだよね。小田くんは好き？あれ小田くん、せっかく誘ってくれたのに。みゆ、え、小田くん。バーカ、俺から離れんなよ。あら、花火上がった。ちょっと最後ね、鈴本さんもう決めだったよね。もうドンでバーで急にやばいやばい急に俺じゃ俺じゃ笑わないようにしようって思ってたら、うん、笑っちゃいました。でも本番の前までずっと私に絶対笑わないでね、絶対笑わないでねって言ってたのに、うん、自分が笑っちゃう。自分が笑っちゃうんだ。鈴本笑った後の小田も大爆笑だもんね。なんかいいカップルだなと思ったよね。それはそれでなんかそういう演出なのかなってちょっと思っちゃうぐらいね。よかったな。小田くんはどうだった？鈴本、あ、かっこよかったです。かっこよかった、ね、小田くんもかっこよかった。確かに。小田的にはどう、やってみて。え、でも本当にデートしてる気分でやってました、うん、私は。へえ。これも結構小田くんの評価も結構高かったよね、うん、なんかね、かっこいい。歩いて出てきた時に、お、かっこいい。おお、かっこいいっていう。結構それ地毛でしょ。地毛です、ね、みんななんかみんなウィッグとかつけてるのに、そうそう、自分だけ地毛出てきました。でもいいじゃん、小田くんその髪型いいじゃんと思った。いいかな、かっこいいよ、うん。